皆さん、こんにちは。ピクテ投信の塚本です。第1部に引き続きまして、第2部では、インフレが引き起こす金需要の変化についてご紹介をしたいと思います。今年に入り、インフレ懸念が高まってきています。このインフレに備える資産として、金の需要に変化が起きてきています。例えば、年初来。 ETF を通じて金を売り続けていましたプロの投資家や投機筋の動きにも変化の兆しが出てきていますさらには中央銀行もインフレに備えて金の投資を増やすところが出てきていますこうしたインフレが引き起こす金需要の変化についてこの第2部ではご紹介をさせていただきますまず最初にこちらをご覧くださいこちらは世界のワクチン累計接種回数 100人あたり7日間の平均を示しさせていただいているものです。モデルナとかファイザーといったワクチンはご案内の通り2回接種が必要ですので、接種が完了するためには、この数字のですね、半分、これが接種完了率というふうに置き換えてみることもできるんじゃないかなというふうに思います。例えば、このイギリスとかアメリカの場合ですと約4割が接種完了と。 いうふうに読み替えていただくこともできるのかなということです。まあ、実際調べてみますと、6月1日時点でワクチン接種完了の率を調べてみますと、イギリスが38%、アメリカが40%、そして日本は残念ながらわずか2%台となっています。まあ、このように、このワクチンの接種が経済の正常化の通りーになるということを考えますと、日本以外の 欧米の主要国では経済活動再開に向けて動き出しているということになります。例えば、イギリスでは5月17日から飲食店の国内営業が5ヶ月ぶりに再開したり、アメリカ、例えばカリフォルニア州ですね、この6月の15日から規制の多くを解除し、州内の経済活動が全面的に再開と。と、まあ、ただし、 5000人以上が集まるような場合には参加者全員がワクチン接種を条件ということでコロナ前に完全に戻れるわけではないということではございますけれどもやはりこのワクチンが広がることで再び日常が戻ってくる外食に行ったり旅行してバカンスを楽しんだり、まあ、そうした需要が大きく伸びる一方で供給側はその需要に追いつけないそうすると何が起きるかというと物価上昇インフレと いうことになります。こちらにお示ししておりますのは、アメリカの消費者物価指数、CPI の総合と、そしてガソリン価格の推移ですね。足元急速に伸びてきているのがご覧いただけるかと思います。この最新の数字が4月の数字ということで、5月の12日に発表されたものでございますけれども、ご覧の通り灰色の前月比の場合ですと、 予想の0.2%に対して、実際に出てきた数字は0.8%、これは2009年以来の水準でございますし、前年比で見た場合には、この緑色の線ですね、市場予想の3.6%に対して4.2%と、もともと発射台が低いということで、高く出るというふうには予想されていましたが、それをはるかに上回る、そういった数字が出てきているということなんですね。 ということで、こうしたインフレの目が出てきているということに関して、市場はどのように反応したのか見てみたいと思います。こちらお示ししておりますのが、この灰色の線が、期待インフレ率と言い,いまして、どれだけ市場がインフレを、10年後のインフレを先読みしているのかを表したものです。ご覧いただきますと、コロナショックの時には0.5%ぐらいまで え、落ち込んだ、いたインフレ見通しですけれども、まあ、それが徐々に1%、1.5%、2%と、えー、超えてまいりまして、足元、えー、一時2.5%を超えると。えー、ちなみに覚えておいていただきたいのは、この2%というのが、アメリカの中央銀行が物価安定の目安としている利回りあ、物価上昇率でございますので、まあ、それをもう上回っていると。 6月の3日時点では2.43%というような状況になっています。通常、このようにインフレなるぞというこういう期待が高まりますとそれを抑えるためにですね日本の日銀に当たるアメリカの中央銀行米連邦準備制度理事会 FRB とよく皆様もお聞きになるかと思いますけれどもこの FRB が政策金利を引き上げてくると。 それを織り込む形で、この緑色の線ですね、アメリカの長期金利も上がるということが普通なんですけれども、確かに年初はそういった動きが如実に現れていました。ところが、足元、ちょうど3月の末あたりをきっかけとしまして、この金利の頭が抑えられてきていると。 いうこととご注目いいいたただきたいと思いますこうしたマーケットの変化というのが実は金の需給にも影響を与えてきているそしてこの後グラフでご覧いただきますけれどもこの緑色の線をひっくり返したように V の字で金価格が回復してきている背景にこの2つの動きがですね背景となっているというふうにお考えいただければと思いますで1つ目の理由なんですけれどもそれは バイデン政権によって打ち出されましたインフラ投資計画。皆様覚えてらっしゃいますでしょうか。EV、環境も加味しながら、インフラに対して巨額の投資をすると。まあ、そこだけ聞くと、成長する需要が伸びてくるものが必要になってくるということで、またインフレの目になってくるんではないか。そうなると、普通ですと一緒になってこの金利って上がっていきそうなものなんですけれども、今回下がった理由としまして。 パッケージで増税がついていたんですね、えー。増税ということは税金が上がるということでございます、えー。そして法人税がもし上がるということであれば、企業の利益にとってもマイナス。景気下押しということになりますと、これは債権にとっては利回り低下の方に作用すると。それが一つ。そしてもう一つなんですけれども、えー、次のページ、こちらですね、ご覧いただきますと、こちらにご注目いただければと思います。 こちらはアメリカの連邦公開市場委員会のメンバーによる長期の政策金利見通しなんですけれども上がっても2.5%ですよとちょうど先ほど3月の末金利が頭打ちになったところ10年国債でいうと1.75%近辺のところだったんですけれども30年国債はちょうど2.5%にタッチするかといったところまで上がってしまっていたんですね。 なので、この2.5%が意識されているということがあって、この金利が頭打ちになった。こういった二つの原因が考えられるのではないかなというふうに考えています。まあ、このように金利が見通しが落ち着き、一方でインフレ懸念が高まってきますと何が起こるかと言いますと、ちょっとここ難しいんですけれども、この実質金利というものがさらに低下してくる。これが 債権の持っているインフレを加味した利回りを生み出す力がさらに低下していく。これは金にとってはプラスの材料になってくると。ということで、実はこの実質金利ですね、先ほどご覧いただいた2つのグラフに基づいて引き算したものでございますけれども、それに沿って緑の線が動いていて、これがちょうど先ほどの3月の末に逆転して再び 債券のインフレを加味した利回り面での魅力が低下してきているので、金も V 字で回復してきたということかと思います。こうした動きをつぶさに見ているのが、投器筋でありヘッジファンドなんですね。ちょうど同じような動きで、ぜひご注目いただきたい時給の一番目。金の投資需要の中でも、 そういった時筋がよく参加してまいります金の ETF のマーケットなんですけれどもその ETF が保有する金の総額がこの灰色の線ですご覧いただきますと昨年の10月から売り越しに転じて金の ETF が含んでが持ち保有します金の量って減ってきてるんですけれどもこれがちょっとタイミングが後ろにずれますけれども4月の末にそこを 再び増加に転じてきてきるということで今まではこの需給面でいうと金の ETF の売りがですね金の需給を下押ししてきたんですけれどもこのインフレによってさっきの実質金利というものを通じて再びですね金の魅力が高まってきたということで投機筋も買い越しに転じてきているということが一番目そしてもう一つ現物を持たずに先物で売買する。 いわゆるデリバティブ取引ですねこちらの状況をご覧いただきますとこの灰色の線が金の先物の,の総立玉の推移ということで金を先物で売ったり買ったりしている人のです、ね、総量を示しているんですけれどもかつてのこのレンジからこの金のが上昇する過程ではずいぶんとポジションが増えていたんです。が え、金価格が調整するにつ,、えー、つれてですね、えー、この縦軸がずっと減っていて、16年から18年のレンジの中でも結構下のところまで、えー、金の、えー、ポジションって解消されていたんですけれども、それが再びまた動き出してきてるといったところも、受給面での変化としてはご注目いただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、このように投機筋も再び動き出している中、えー、一方で、じゃあ、 人々の動きはどうなのかということで、もう一つ金の投資需要2番目ということで、金の地金でありますとか、金貨ですね、コイン需要ご覧いただきますと、コロナの時にボトムを打ったんですけれども、その後、継続的に金の需要というのは高まってきているといったところにご注目いただけるかなというふうに思います。ですので、金の需要を 一般の個人の方、そしてそういったプロのですね投資家の皆様というふうに2つに分けた場合、共にですね今、金の需要はプラスに転換してきているということが、需給の変化としてまずはご注目いただきたいと思います。 次にご注目いただきたいのが、もうちょっと金の需要としては大きな比率を占めてくるんですけれども、宝飾品需要なんですね。この宝飾品需要もちょうどコロナが世界的に広がった時がボトムで、で、それが世界、この緑色が世界の合計でございますけれども、ずっと回復してきていました。 で特にこの赤い線が中国なんですけれども、いち早くコロナの影響を受けまして、1、3月ですね、昨年の、そこでボトムを打った後、今、順調に回復してきているのがご覧いただけると思います。一方、このグレーがインドなんですけれども、インドは 4, 4, 4月から6月期ですね、ここでボトムをつけまして順調に回復してきていたんですけれども、 インドってちょっと季節的な要因がございまして、えー、この第4四半期にですね、112月期に大きな祭りがあって、そこで金の需要がぐんと伸びると、その反動と、あとコロナがご案内のとおり、インドでですね、大きく広まっているということがあって、ちょっとインドが全体の、えー、この下落のですね、要因の一つになっているということでございます。ただ、傾向としては、えー、この宝飾品需要も回復傾向にあると。 いうことと、もう一つ、この宝飾品需要の面白いところというのは、価格が現地通貨ベースで金価格が下がると需要が増えそして金価格が上がってくると、需要がちょっと最近暴走ると、えー、いうことで、もうこれをもう皆様も実感していただけるんじゃないかなというふうに思うんですけど、やっぱり値段が高いと、どうしても欲しくてもですね、先送りにする。でもでもすね面白いのは ずっと金格が上がり続けると我慢できなくなってまた買い需要が増えてくるというような特徴があるのもこの宝飾品需要の一つということでございます。次に中央銀行の動きについて見てみたいと思います。ご覧の通り第三四半期、昨年の第三四半期に大きく減って若干のこれマイナスになってるんですね。 それが再びプラスに転嫁してきているといったところがご覧いただけると思います。中でも今年の13月期でございますけれども、このように大きく伸びた需要,あの需要が回復してきた理由の一つに、ハンガリー中央銀行による金の購入がございました。3月にですね、63トンの金を買い越したという発表をしておりまして、 でそれによって、えー、金の準備が31.5トンから94.5トンと3倍に増やしたと、えー、いうことなんですけれども、ポイントはですね、なぜ増やしたのか、声明文を発表してるんですね。えー、その声明文をご紹介させていただきますと、えー、新型コロナウイルスのパンデミックによって新たなリスクが生まれてきてると。えー、その中で1番、世界的な政府債務の急増。2番、 インフレ懸念が出てくる。これがですね、資金の安全な投資先、そして価値の貯蔵庫として、金の国家戦略上の重要性がさらに高まったというような声明を発表しているんですね。このように金の準備量を増やしていったのはハンガリーだけではなくて、例えばポーランド国立銀行も今後数年間で金準備を少なくとも100% 100トン増加させるというようなことを発表したりしております。そうした中、最近私が注目したニュースがですね、6月の3日、ブルンバーグの報道なんですけれども、ロシアがですね、1190億ドルもの巨額の政府系ファンド、ここの政府系ファンドのドルの保有、結構持ってるんですけれども、これをゼロにしますよと。で、それをユーロ。 人民元含めてて金にも、えー、振り分けていきますなわち、米国とロシアの対立がこうした形でドル売り、金買いにも、まあ、部分的にすべてドルを金に置き換えるわけではございませんけれども、えー、そういった一部ですね、金買いにもつながってきているといったところは注目していただけるんじゃないかなというふうに思います。 まあこのように受給面での変化ご覧いただきますとご注目いただきたいのはこれは金のセクター別の需要の変化ということでこの緑色が宝飾品そして金の地金金貨がこのグレーですねそしてテクノロジー需要がこの水色 そして中央銀行の動きがこの円次郎ですね。そして一番上にある、これが金の ETF ということで、投機筋もですね、参加しているマーケットでございますけれども、ご覧いただきますと、この半年近くというのは ETF の売り越しというのが極めて目立っていた。それを消費者需要が この点線で囲んだところが消費者需要と分類できる部分になっていくる雇用かと思いますけれども、ここがインフレに対する対応と備えということで、消費者需要が伸びてきていた、そしてこの中央銀行もですね、インフレへの備えと、先ほどハンガリーの中央銀行のお話を差し上げましたけれども、伸びてきているということを考えますと、この ETF がプラスに転じてくると、 全体的に需給環境というのは好転しているというふうに考えることができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、こうしたインフレですけれども、もう一つインフレの副作用には通貨安というものがございます。まあ、インフレになると物の値段が上がる一方で通貨の価値が下がる。物を買う力が減少してしまうということなんですね。で、この灰色の線がドル指数の動きでございまして、これ、 上がドル指数が低下する、ドルの価値が低下するということを表します。えー、ご覧の通り、ドルの価値が低下すると、それに合わせて金が上がる局面もございました。で、足元、またそのえ相関が強まってきてるといったところも注目していただけるポイントになるのかなというふうに思います。じゃあ、このドル、今後どうなるのかということに関して、私どもピクテの見通しとしましては、おそらく、 この左側の緑で表しておりますけれども、これアメリカの双子の赤字なんですね。財政赤字と貿易赤字を含む経常収支。この2つの赤字が今後どのように推移していくのか予想したのがこの点線。ということで、おそらく今後はですね、この双子の赤字がさらに悪化していく。それに合わせて灰色でお示ししておりますアメリカのドルシス。 貿易荷重のドル指数なんですけれども、えー、これがですね、えー、さらに下がっていく、ドルの価値というのが過去のパターンからすれば下がっていく、そういう、えー、リスクを、えー、まあ含んでいるというふうにお考えいただけるんじゃないかなというふうに思います。そして、より長期的に見た場合には、えー、このドルという通貨というのは、その紙幣を いくらでも政府が必要と思えばすることができます。その結果、この灰色の線でお示ししているように、アメリカの通貨供給量というのは、特にコロナショックによって見たことのないような角度で急増しているのがご覧いただけるかと思います。一方、金というのは、せいぜい頑張っても年率2%ぐらいしか増やせないということでございますので、この供給量の差異というのが、長期的に見て、 通貨の価値の下落を通じてその裏返しとして金価格の上昇といったところにつながってきたということを考えますと長期的にはここまで増やしてしまったコロナの付けというのは最終的には金価格の上昇につながってくる可能性もあるとそういった長期的な視点も合わせてご紹介させていただきたいなというふうに思っております 以上第2部ではインフレが与えます時給への変化ということでご紹介をさせていただきましたどうもご清聴いただきましてありがとうございました